私から1点、申し上げます。経済産業省では来年6月経済センサス活動調査の第2回を総務省と共感で実施いたします。この調査は経済の国勢調査でありまして、我が国の全ての事業所企業を対象に経済の実態を把握する極めて重要な調査でございます。皆様にご協力いただけるよう、今後積極的な広報活動を行ってまいります。その広報活動の第一弾として、本日経済センサスを紹介するキャンペーンサイトをホームページに立ち上げました。詳細は後ほど事務方から説明をいたします。幹事社共同通信の根本です。よろしくお願いします。税制改正についてお尋ねします。中小企業を対象に新たに導入される設備投資減税に関して、その目的ですとか期待される効果につきまして、大臣のご所見をお願いいたします。中小企業の投資を促進するために、新たな機械装置の投資に対して、固定資産税を減免するよう要望してきて、おります。固定資産税は赤字法人にも課されるものでありまして、中小企業の約7割は赤字でございまして、法人税の減税や設備投資減税では残念ながら効果はさほど期待できないというふうに思っておりまして、今回の要望は赤字比率の高い中小企業の設備投資を促すことによって、地域の経済に好循環をもたらすというのを目指しているところでございます。現在の制度設計の詳細を税調で議論中でございまして、具体的な内容についてコメントできる段階ではございませんが、いい結果が得られるよう、引き続き関係省庁と精力的に調整を進めていきたいと思っています。与党で軽減税率をめぐる協議が続いています。どういう形で決着するのかまだ分かりませんが、昨日もその大臣と中小企業関係団体との会合で三浦会長が述べられていましたが、どういう結論になろうと、現場では大きな混乱が生じ、トラブルが出てくるんじゃないかと、そういう懸念が表明されていましたけれども、そういった現場での、混乱を最小限に含めるためにですね、経産省としてどういう支援なのか、取り組みを考えていらっしゃるのか、昨日も中小企業団体との意見交換会の後、お話しした通りでございまして、今軽減税率に関しては与党で、具体案を検討中だというふうに承知しておりまして、いかなる、昨日申し上げましたけれども、制度設計であれ、一定の準備期間がこれは必要だということは認識しているところでございまして、事業者の準備負担に配慮した制度になるよう、与党の議論を今注視しているところでございます。またその制度設計が固まり次第ですね、現場に混乱が生じないよう、関係省庁やら関係団体と連携してですね、制度の周知や準備の支援、そういったものを行っていきたいというふうに思っています。毎日新聞の横浜と申します。補正予算の金額をめぐる報道が出ているんですけれども、大体その TPP の対策費として3000億円ぐらいは計上される見通しだということなんですが、その中でこの経産省に関わる分野っていうのが、どんな分野があってどれぐらいになりそうか、今の段階で大臣がおっしゃれることを教えてください。
今の段階ではまだ数字をその捉えるというところまで、行っておりませんで、まあ経産省としては中小企業の生産性の向上の支援、あるいはその省エネ投資の促進、あるいはその TPP を最大限活用して、それが発展できるような総合的な支援、こういったものに対して予算を確保していきたいというふうに思っておりまして、中小企業の新たなものづくり、あるいはサービスの創出、生産性向上のための設備投資などに対して支援をしたいというふうに思っています。すみません、原油価格についてお聞かせください。先週の OPEC で減産が見送られたことを受けましてですね、まあ今日もWTI が非常に6年ぶりの安値のような水準をつけているんですが、原油価格が安くなることによる日本への影響というのを大臣の所見で。まあ総論から言って原油価格が安くなるということは、我が国のエネルギー対策やらそういったものからすれば悪いことではないんじゃないかというふうに思っています。それでは終わります。